はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、TOYO トヨさん、はい、スターズのクローム2つとマスピー2つ、はい、ちょっと置き場所がないんではい、合計4箱のパーソナルですね。じゃあストーズから先行きます。で今ちょっと3時を回ったところで、3時半ぐらいかな、山本さんくんな、ちょっと4箱だとね、ちょっと時間かかりますんで、今日間に合えば今日発送します。間に合わなかったら明日ということで、よいしょ、やっぱりスターウォーズは外せない、ね、まあこのくらいの価格帯だったらねっていうやつですからね。よいしょ、でリフラクター以上、インサートは揃っ、確かね、あの前回の時もインサートを取ってきますって、インサートは揃いましたということで、はい、リフラクター以上、はい、送付ということで、最近やっぱり18パックでも結構あるよなと思います、はい、最近ね12とかね多くなってきましたから、24でも結構あるなっていう印象ですよね。はい、じゃあ行きます。インサートはね、はい、ギュッと、はい、初っ端船尾くんリフですね。ん？あ、音だった。X フラクターの帝国がですね。で、直立してます。せーの。はい。99シリの33番。X フラクターの音ですね。マスターワークとかはいなかったような気がしますね。ケイトさん。フリートウッド。ケイト・フリートウッド。いい名前ですね。オフィーサー、うん、はい、うん、X フラクターの音ですね。で注意の299、しょっぱな音来ちゃいました。スノーク、あとはスケッチがねたまに出ますんで、確率論上は4箱5箱1ぐらい、X ラクターですね。カイデル中。99の84。スケッチ来ないかな。スノーク。R2D2。ホルドーさん。青リフ。ティコ。うん、レイヤー。リフいいですね。うん。反乱軍が多いですね。よいしょ。ディオ。PB さん。299。ガンナ。うん。299FN さんですね。はい。はい、じゃあ2箱目。
はい、じゃあ全部ねカード取り出してからです。でこの後にマスピー2つですね。で、梱包して今日発送間に合えばですね、よいしょ、今日もちょっとパーソナルねたくさんご注文いただいて本当ありがとうございます。豊さんもねいつもねありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ、スターウォーズもねどん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 こういい商品なりそうですよね今後ね。商品改善してますよね。えっていうスケッチも減りましたし以前と比べたらね。はい、じゃあ行きます。2つ目。あ、いきなりオートだ。しかも帝国側だ。アオリフ、せーの、モジコ。はい、モジコの43-150ですね。うわ、その下に金利符だ。こっちのいいキャラだったら許しちゃう。あ、まあまあまあはい、50シリですね。11番、ゴールドリフ。じゃああともうスケッチコイ、ファズマ、アオリフ、スナップさん。注意、キンディアさんね。ピカチュウねお、カエロレンの 99X フラクター63番。リフもそろそろコンプリいけそうですか。どうなんだろう。アッキーナリフ、通常も来ました。通常リフね。299。よいしょ。南部くん。パイロット。スケッチ来ねえな。うん。打倒さん299ですね。うん、注意リフということで、はい、モジコと、指示出し子ですねはい、両方とも帝国側でした。はい、じゃあマスピーも開けます。マスピーはあの全てのカード送付ということでね、はい、これはレギュラーカードもちゃんとね、よいしょ、揃えるといいと思います。よいしょ、なんかやっぱ去年と比べると初めてマスピー買いますっていう方が増えたんじゃないかなと思いますね。まあ毎年ね、毎年っていうか、まあ、ここ1年買われてた方は、まあ、前作とかね、まあ、もちろん購入されてる方がほとんどでしたね。新しい方が結構購入し始めたので早かったです。よいしょ、はい、じゃあ行きます。99守るくんですね。これどういうキャラなんですかね。うん、マッケンジ
1939年。1939年、そっか、戦時中なのかな、うん、ここに多分イソロカがいると思う、ね、はい、よいしょ、パープルですね、199金パラ、インサートスターロード、はい、ゴールド、キャンパス、ガンビット、デッドプール、ゴールド、パープル、ベノムだ、ベノム、うん、199、ベノムじゃないよね、ベノムだよねあ、ちょうど仕分けしたところ、おお、怖え怖え、夢に出そうはい、ねえ、ヒューイさんね、スロングさん、うん、ちょっとあさりめに書くとこういう感じなのかな、怖いっすね、はい、ねえ、キャラクターちょっとわかりませんね、なんだろうこれ、レッドスカルとかなんか聞いたときが違うかな、はい、まあ、あのアーティスト的には全然ね、はい、当たりだと思います。あ、光ってるよ、ローグ光ってる、10尻、いやなかなか出ないよね、 1の10です。あ、アーティストオートだはい、アーティストオート来ました、ローグです、しかもいいね、10尻1番、ありがとうございます、はい、はい、バトルスペクトラですね、シャドウキング、レギオン、で2つ目ですね、いや一箱目いいっすね、アーティストのオートとね、うん、よいしょ、スターウォーズとかだとね、やっぱ厚型だとあれっすね、ね、まあ、ハンドドラウンでやってくださいってこれ後ろに書いてありますからね、あのアッパーデックの場合はハンドドラウンスケッチカードなってますからね、はい、2箱目です、合計4箱ですね、2の2、これが4箱目、よいしょ、はい、じゃあいきます、はい、2つ目、レギオンのブロンズ99、スパイダーマンゴールド、ゴールド、ジグソーゴールド、はい、ナイトメア、これキラキラ、ゴールド、アイアンマン、キャンパス、サノス、ゴールドキャプマー、パープル、クイックシルバーですね、これだ、うん、バックグラウンドはどうかな、ないのかな、キャラクターだけ、あ、あ、いいね、 X-Men、 これ何、これキャラクターちょっと分かりませんね、はい、 X-Men のキャラクター、
後ろになんかちょっと不思議だねがいますね。はい。はい、非常にいいですね。うん。昔のアメコミ好きだったらたまんないんじゃないですか、こういうね。うん。いいっすね。はい。うん。よいしょ。背景なくていいよね。ここまでちゃんと書いてくれてると。ゴールド。ゴールドですね。お、バトルスペクトラ、これ初めて見た。キャプマート、スプリーム、インテリジェンス。キャプマート、頭の中に入り込めるキャラクター。違う？どうなんだろう。ね。キャプマンが頭痛い。うん、どうしたのって言った。偏頭痛。はい、これ初めて見ました。これもショープリとかあるのかな。ね、何回か同じのは見てるんですけど、これ初めてです。多分初めて。ということで、はい。よいしょ。まあまあ、大丈夫でしょう。どうだろう。ちょっと、はい。時間が。間に合えばですけどね。まあ一応。ヒット系のところだね。やっぱ、ヒュイさんも、厚型のカードになると、ね。うん。まあ、もともとね、とても絵がうまい。ね、お上手。かなり。超A ランク。ね、よいしょ。はい。ということで、まずスターウォーズですね。はい。それと、アーティストノート、ローグ、10シリー1番。それと、こちらの2枚、スケッチカードでした。はい。このような感じになりました。あ、これ、ん？女性？わかんないですけどね。はい。一応、女性 4名プラス1若不明。はいですね。はい。ということになりました。ありがとうございました。